い、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気に行きましょうぜ。はい、今日はこちらを開封したいと思います。ボーバー、ワンピースのグッズ開封、イエーイ、パル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 パー。いやー、これちょっとやっと開けれます。ちょっとね、もう到着から時間経っちゃって、もうね、すでにね、持ってる方は持ってるかもしれないんですけど、やっとこれを開封しますよ。果たしてこれは何なのか、ぜひ最後まで見てってください。それでは行きましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録またの方よかったらお願いします。いろんなワンピースのグッズ開封してます。一緒に楽しんでいきましょう。さあ、もうね、もう大体書いてありますけどね、ね、ちょっとまあこれをね、後ほど開けるとして、まあフィギュアですよ、フィギュア。こんだけのデカフィギュアですね、届きました。で、あとね、ちょっとこれも開けるのと、あとちょっと直近で出たね、他のフィギュアもあるんで、ちょっとそれも開けます。こちらです。バーン、やったぜ、ギアフィフス関連フィギュアですね。いやー、というわけでちょっとこの動画ではね、5体一気に開封したいと思いまーす。いやー、どうしよう。いや、これ最後かな、やっぱこれがね、もう一番特大なんで、もうこれが一番高いしね、これ最後かな。あと、じゃあ先にこっちのゲームセンターシリーズちょっと開けていこうかな。いや、これも言うてめっちゃ楽しいだったんだよ、やっと開けれるわ。というわけで開封していきたいと思いまーす。ほんじゃあ、開封。さあ、ちょっとまずはこのプライズゲームセンターシリーズ開けていきましょう。どれからいこうかなー。いやー、まずちょっと上2つかな。上2つ先行絶景のこのシリーズですね。ここ開けてからにしようか。じゃあまずはこちらの2つ、ルフィ VS ルチー開けていく。はい、まずはこちら先行絶景のルフィとルチー。いやー、これマジでずっと楽しみにしてた。もうね、ちょっと出たのはだいぶ前なんですけど、だいぶ開けるの遅くなっちゃった。前回、これの2年前のバージョンですね。NS ルビーでルフィ VS ルッチのあのフィギュアを1回開けてるんで、その動画もね、よかったら見てください。今回は、エッグヘッドでぶつかったこの2人、ルフィ、ルッチです。いや、どっちから行こう。いや、やっぱルフィかな。一旦ちょっとルフィからいいですか？ルフィから開けていきましょう。さあ、もう楽しみ。これ早く並べたかった。行きましょう、箱前。はい、箱横。はい、後ろ。うわ、後ろいいね。表情映ってるね。はい、横。さあ、開けていきましょう。うわー、楽しみ。さあ、開けていこうぜ。開けていこうぜ。ワクワクするねー。よいしょ。よいしょ。はい、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 詰まってます。詰まってます。はい、組み立てる。はい、かっこいい。もうかっこいい。もうかっこいいのは分かっていた。案の定、かっこいい。ちょっとルッチとね、後ほど並べます。まず一旦ね、ルフィだけでいきましょう。いや、もうかっこいいわ。かっこいいね。はい、後ろ、後ろ、横。はい、こっちの横。はい、横、前、かっこいい。いいですね。いやー、やっぱいいな。これ原作再現ってやっぱ結局テンション上がりますよね。やっぱね。やっぱね、原作が好きだからね、やっぱ嬉しいね。いやー、かっこいい。この羽衣がこう後ろに全部流れてる感じするんですよね、これね。で、この拳ね、ここだけ武装色使われてて。で、ルフィ顔。あ、ルフィこんな顔してんだよね、この時ね。まあ原作ではね、この時の顔見れませんから。結構ね、このルッチに向かっていくこの勇ましさもありつつ、笑顔ではあるというね。ギアフィフスらしいこの表情してますね。いいねー、かっこいいねー。で、このエフェクトいいねー。バーンってなんかもうほんと衝撃が走ってる感あるもん、めっちゃ。めちゃくちゃかっこいいですねー。嬉しいですねー。やっぱりギアフィフスのフィギュアもう何個あっても嬉しいね、これね。わー、いいねー。この背中もいいねー。いやー、やっぱりかっこいいわ、このシーン、ほんとに。めちゃめちゃいいねー。はい、というわけで、こっちね、ルフィでしたー。次、ちょっとルッチ開けよう、ルッチね。はい、今度ルッチ行きましょう。いや、ルッチもいいねー。あ、やこ行こう。あ、後ろ。あ、横。さあ、開けていこう。うわ、嬉しいね。あいーかっこいい。いや、ルッチめっちゃかっこいいわ。思ってた以上にかっこいいわ。はい、前。はい、横。もう何が横かわからん。あ、後ろ。はい、横。いや、めっちゃかっこいい。僕、ルッチのこの人獣型のフィギュア初めてなんですよ。ちょいちょい出てますもんね。一番くじでこの間出たりとか、あとワーコレか。ワーコレで同じ感じでも出てますもんね。いやー、やっぱめっちゃかっこいいわ。やっぱ人獣型のルッチはやっぱ結局かっこいいよな。迫力がすごいわ。かっこいいなー。やっぱルッチ好きだなー。でね、これね、よく見るとこの羽衣の色と、あとこの縦髪の色が違うんですよね。縦髪は真っ黒なんだけど、こっちの羽衣に関しては、ちょっと紺ですね。濃い。色が濃い紺な感じ。すげえ。動きえぐいね。デブ装飾のこの黒ね。で、顔。あ、顔、ルッチもやっぱ目を開けてますね。うーっつって、この牙はね、めっちゃ歯食いしばってますけど。めちゃくちゃ、あ、顎ひげちゃんとルッチの2年後の顎ひげだ。すげえ。ここまでこれ裏見えないからね。あ、これ取れそう。気をつけないと。細けえ、ここ。これ、ほんと1本だけで繋がってる感じですね、ここひげね。
すげえ。やっぱフィギュアで見るとやっぱ気づくんだけど、こう肘とかね、こう毛あんだね、ここね、こう縦髪が。肘だけあるわ。あー、でこの背中の傷。うわ、すげえ、背中の傷もそう、じゃん、それあるわな。あの世界政府のね、マークになってる。縦髪でこの縦のラインは見えないけど、この横のこの傷ちゃんと作られてますね。造形もちゃんとここ傷っぽく作られてるね。で、このまだら模様よ、ルッチといえばね。まだら模様も細か。すげえ、これ。いや、かっこいいっすね。この覚醒フォルムのこのルッチはマジでかっこいいわ。うわ、やっぱ色が違うんだね。面白い。で、ちゃんと白いズボンもね、下はシビゼロのもの履いてますよ。足かっこいい。すごいわ。いや、いいですね。すげえ再現度。うわ、この胸の毛とかもね、めちゃくちゃ再現度高い。すごい、かっこいいわ。はい、というわけで、ルッチでした。ちょっとルフィと並べよう。はい、再現。あっち。これは熱いな。いや、もうこれ本当にね、もうこのシーンが出た時から、俺確か言ってたと思う。もう、あ、これ絶対フィギュアで出たら絶対ゲットするって俺言ってたと思うんですよ、確か。ジャンプの感想会で。もう叶った。嬉しい。嬉しいね。やっぱこれかっこいいわ。エフェクトがやっぱ入るね。両方ともにこうバーンってこれ弾いてるのがね、左右で対称であるから。で、お互いのね、この羽衣もちょっとこう後ろにね、なびいてる感じというかね。やっぱこの衝撃によって後ろにこう行ってる感じありますもんね。で、やっぱルッチの方がちょっとでかいね、体格がね。一応普通のサイズの時だとルフィが174センチで、ルッチが212センチかな。なんでそもそもがね、体格はルッチの方が大きいんですけど、この覚醒フォルムのね、この姿になった時でルッチちょっとでっかくなったイメージですもんね、縦に。だからこのサイズ感もなんかぴったしじゃない？原作の再現感あるよね。めっちゃかっこいいわ。で、ちょっとね、俺のフィギュアね、これ後でドライヤー当てますけど、ちょっと上向いちゃってんだよね、ルフィがね。だからそれに合わせて今、ルッチもこうなってますけど。これドライヤー当てたりすればね、治りますからね、この向きが。ちょっと上向けになっちゃってるもんね、これ今。いや、でもかっこいいわ。ちょ、この逆バージョンも。逆バージョンもいいね。はい。ああ、もういい。この角度もいい。ああ、こっちもいいね。バトル感あるね。さすが先行絶景。あ、ちなみにあの、ワンピデーでね、このポーズめっちゃ再現してんだけど、めっちゃ難かったっすね。よかったら X 見てください。ルフィの跳躍力やっぱすごいわ、これ。はい、というわけで先行絶景のルフィとルッチのフィギュアでしたー。最高。次開けましょう。はい、次のフィギュアこちら。フィグライフシリーズのルフィギャフィフス、ボリューム1。これ初めてっすよね。多分新しいフィギュアのシリーズが出まして、このフィグライフっていうシリーズですね。要はこの生活で使う、例えばこのペン立てとか、あとこのクリップ置きとか、いろいろね、この要は机周りで、その文房具関連で使うものってあるじゃないですか。それをこう立てかけたりとかできるフィギュアなんですよね。で、僕はちょっとね、あと2、3はゲットしてないんですけど、あれまだ出てないっけ？僕ね、ゲットしたのはこのボリューム1だけなんですけど、これペン立てなのよ。面白くない？いや、これもう絶対ゲットしようと思って。これはもう速攻ゲットしましたね。さあ、開けるの楽しみ行きましょう。フィグライフシリーズ箱前。箱横。箱かわいいな。表はね、結構、その生活感ある感じだったんだけど、こっちはもう完全にフィギュアだけでこうデザインされてますね。やっぱいいね。白に紫入るね。ギアフィフスカラー。はい、後ろ。はい、横。さあ、開けていきましょう。フィグライフ。おいー！いや、もうかわいい。めちゃくちゃいい。いや、これいいね。普通にフィギュアとしてクオリティ高いんだよな。はい、前。はい、横。はい、後ろ。はい、横。すごい、すごい。面白い。このモテのとこがね、これもうぐるんぐるんぐるんになってんだよ。で、普通にルフィの顔めっちゃ似てるしね。いや、いいね。いいね。ギアフィプスですね。しっかりと。かっこいいね。にーって笑ってる。いいですね。で、羽衣と一緒は一緒かな。この材質というか、塗装もね。やっぱもう麦わら帽子はもう言わずもがな。最高に麦。クオリティ高いね。いいね。やっぱ特徴的なとこの腕。すごいね、これ。巻き巻き巻きってなってんの。ちょっとこれペン立ててみようかな。いや、これを、多分ここにこういうことだよね。あ、すごいすごいすごい。あ、ちょっと待って。ちょっとペンが悪い。ペンが悪い。こっち。おー、いいね。うわ、すげえ。うわ、すげえ、面白い。うわ、俺これ、ちょっと、これ使おう。ちょっと机の上でさ、だいたい俺このペン転がってるんですけど、いつも。これ使おう。すごい。だから物によってはちょっと太すぎると入んないかもね。まあ、これも割と太い、4色ボールペンで、シャープペンもある。結構太いタイプなんですけど、それは一応入る。だから普通にマジックとか入んないですね、さすがにね。だから基本細めの方がいいかもしんない。まあ、とはいえ僕がいつも使ってるこれ、塔入ったからよかったわ。なんでさっきの入んなかったんだ？さっきのちょっと短いのだとダメだね。ちょっと短いのだと、こういうとこがぶつかっちゃうね。この止めておくやつがね。これがぶつかっちゃうんで。ちょっと短すぎてもちょっとダメかな。いや、よかった。むしろ一番使うやつこれ今はめれたから。うわぁ、すごいね。だからこうやって自分でこの生活で普段使っているものをこう置けると。で、これは今回ペン立てと。で、あと二つ出ますもんね。もう一個出てんだっけな。もう全部出てたっけ。
あとクリップね、置いたりとか、あとスマホ置きか、のシリーズもあるんですよね。これ面白いよね。なんか他のもね、どんどん出てきてほしいよね。僕、メガネかけ欲しいな、メガネかけ。メガネ結構なんかもう、机の上にポンと置いちゃったりするんで。いいね、これ。かわいいしね。だからこの棚に飾るフィギュアっていうかは、もう本当に机の上に一緒にこう生活を共にするフィギュアっていうかね。また新しいこのフィギュアの概念ですよね。このシリーズ面白い。はい、というわけでフィグライフのギアビフスボリューム1でした。めちゃくちゃいい、これ使っていこう。はい、お次はこちらです。もういやー、もうこれも楽しみにしてました。キングオブアーティストシリーズ。ザ・モンキー・ディルフィギアフィフス、セカンドかな。前回も、ちょっと前かな、ギアフィフスの、アヒャ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 、ギアフィフスバーンの時の、ギアフィフスも開けましたね、僕。こちらですね、こちら。もうこの神フィギュア。もう神。もうキングオブアーティストって時点でもう神なのに、それのギアフィフスが本当に神だったんですよね。まさしく神。もう原作再現エグかった。これに続いて、今度これよ！すごいよ、マジで。ルフィがね、ルッチに、ゴムゴムのドンロケットやるときに、ボーンってね、こう、ゴーグル出したじゃないですか。で、それがこう、逆さになってるっていう。で、これ逆さなんですよね、これ。楽しみ！開けていく！早く前？はい、横？はい、後ろ？はい、横行きましょう！キングオブアーティスト、最高！はい、最高！いや、マジですげえよ、やっぱキングオブアーティスト。いや、めっちゃいいっすね。かっこいいわ。自由すぎ。逆さて。本来逆でしょ？本来こうだから。ね？普通のフィギュアって。ただルフィのギアフィフスは違います。こう！これが正解。こう！前！はい、横！いや、逆さすぎ。はい、後ろ！はい、横！いや、いいですね。めちゃくちゃかっこいいし、もう、文句なしっすね。まあ、当たり前だけど、クオリティめっちゃ高い。いや、これマジでゲーセンのシリーズの中だとやっぱ、ズバ抜けてますよね。やっぱもう。キングオブアーティストやっぱすごいわ。ね、原作再現が本当にすごいと思う。マジでなんか本当、小田さんが描いたルフィって本当こうだよね、みたいな。小田さんのルフィがこの現実にこのものとして出てきたらこうだよねっていう感じですよね。いや、そのラインがね、僕やっぱ本当好きだな。前回のギアフィスもすごかったけど。もう言わずもがな、これもすごいわ。いいですね、顔。ボーンってね、このゴーグル出して、これ楽しそうにしてるの。で、これね、ゴールドなんですよ。この彩色がもうキラキラ、ちゃんと光ってる。ここがね、黄色とかじゃなくてゴールド、ほんとキラーンっていう感じのエフェクトって感じでね、塗られてますね、色はね。で、肌はだから彩色はなしかな。だからすごい、すごいシンプルであるんだけど、めちゃくちゃすごいわ。存在感あるね、やっぱこのゴーグルがね。で、この手の丸みがマジで小田さんのルフィなんだよな。マジですごいわ。逆さで楽しそう。なんか、これだけ見てるとなんか、携帯逆さになっちゃったからみたいな感じじゃない？みんな、スマホで見てたら。全画面で見てたらね、逆、どっちが上か分かんなくなるよね。で、すんごい撮りづらい、すんごい撮りづらいんですけど、やっぱこれね、草履がすごいんだよ。これ草履の裏がね、マジで小田さんの草履なんだよな。なんかこの線の感じ、なんかこれルフィ感あるというか、なんか原作味僕感じるんですよね。もちろんいろんなね、パターンありますけど、こういう細かいところがね、僕好きですね。あー、この草履の反りもういいね。自由だね。ビターっとくっついてないというかね、ここだけこの浮かせてね、指も浮かせてっていう、この細部がもうこだわりがありますよね。なんかルフィの自由感というかね、とにかくふざけてる感じっていうのが、なんかこの草履から感じるよな。めっちゃいい。でね、こう、細かくね、実はこう、造形があるんですよね。こう、傷があったりっていうか。ただただつるっと丸っとだけじゃなくてね。あとやっぱズボンのシワなんだよな。このズボンのシワがほんと原作感あるんだよな、なんか。わかります？なんかね、こう、シャっていう丸があって、その丸の中にこう、シャ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 ってこの線があるんですよね。ルフィとかのこのズボンってね。それがほんと、造形でされてんだよ。こう丸があって、こう、シャ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 ってこう影が描かれてて。この感じがマジでね、小田さんのズボン感ある。めちゃめちゃすごい。かっこいいね。これ、どこ撮ってるのかもうわかんなくなるんだけど。いやー、最高ですね。もう、ルフィらしさ全開。ギアフィフスらしさ全開ですよ。最高。なんじゃこのフィギュア。すごいな、逆向きで。ちょっと前にもね、一番くじでルフィが逆さになってるラストワンのルフィもありましたけど、またそれとは違いますからね、この表情が。ゴーグルやっぱボーンって出して。やっぱ逆さのフィギュアってやっぱなんかおもろいなぁ。好きだなぁ。はい、ちょっとせっかくなんでね、同じシリーズとか似たようなポーズのね、ちょっとフィギュア並べました。どれもいい！で、この2つが、キングオブアーティストですね。ゲーセンのシリーズ。で、1回目に出たギアフィフスと今回のギアフィフス。で、これが一番くじのラストワンですね。ちょっと前の4校の一番くじかな。シャンクス、バギー、黒ひげ、ルフィの一番くじで、これラストワンでした。で、これがね、どうしても欲しくて、当時なんかいろんなお店回った覚えあるわ。いや、どれもいいね。やっぱギアフィフスいいな。フィギュア映えすんだよな。濃いっすね。はい、というわけで、キングオブアーティストのルフィの2体目のフィギュアでございました。どれもいい、最高。
さあラスト、もうこれを楽しみに生きてきました。私はしばらくここ最近これを開ける日をすごく楽しみにしておりました。さあこちらですね、もう書いてありますけどね、ちっちゃくね、こちらです。 POP マキシマムギアフェス。いやーもうこれさ、だいぶ前にあれワンピデーかな、あの展示かなんかで見て、もうこれ絶対手に入れるぞと思って、でね僕なんか注文が第1次がねなんか予約できなかったんですよね。だから第2次になっちゃってちょっとね届くのが遅かったんですよ僕。いやーやっと開けれるわ、やった。さあ開けていきましょう。まあ、まずこの箱はもうね、とりあえず外箱ですから中の箱を早く拝みたい。いやーやったぜー、マジで嬉しいわこれ。届いてからもうねちょっと経っちゃってるんで、もうほんと最初にゲットした人からしたら結構遅くなっちゃってると思うんですけど、いやーやった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 、いやすげえすげえすげえ、嘘、この白包み、あーもう破れ、これ絶対破れんだよなこれ、これ絶対破れる、これこれどうしたらうまくこれやるの、これもう普通にこうするしかない。あーでかいでかいでかい、あーでかい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 、ちょっとでかいです、すごくでかいです、でかいです、ちょっと待って、でマジでけ、あー出ない出ない、ちょっとどうすんのこれ、ちょっとうまく、これいつも下手、私出すの絶対こうなる、こう、はい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 はちょっと開けていきましょうよ。いやーいいですね。やっぱもう箱がでけえわ。もう POP だわ。マキシマムだわ。和の国だからこれ和ね。和。和マキシマム。というわけで、モンキー・ディ・ルフィ・ギア・フィフスの POP ですね。開けていきましょう。箱からかっこいいんでね。あーかっこいい。もうギア・フィフスがもうこれ光ってる。はい、後ろ。いやーすげえ。赤い道の、このね、竜と一緒に映ってますね。はい、横。さあ開けていこう。いやー開けていこう。いやー、これは、もう待ちに待ったよ。僕 POP 何体目かな、僕あんまりねいっぱいは持ててないんですけど、やっぱねルフィのは欲しいと思ってね、これは買いました、さすがに。よっしゃー、さあ行こうぜ、開けていこうぜ、でかいぜ、ちょっとすごいでかいぜ、出せるかな、よいしょよいしょよいしょ、うわーマジ楽しみにしてたよ、本当にすごい。あーもうボリュームがやっぱすげえ、もちろん、まあね、さっきまではねあのゲームセンターのシリーズで、もちろんゲームセンターのシリーズもね、めちゃめちゃクオリティ高いし、めちゃめちゃすごいんですけど、やっぱね、この最高級シリーズのこの POP はね、またそれはそれで違った要素ありますから。さあ、開けていきましょう。うわぁ、いいねー。いやー、やっぱこれもうゾクゾクするね、この POP 開けるときって。よいしょ。さあ、開くかな。あれ開かない。なんでどうしてあ、まだセロテープがありました。セロテープがありましたね。はいはい。それは開かねえわ。よいしょー。うわぁ、うわ、すげえわ、もうマジで。うわぁ、すげえ、もう、うわ、すげえ。うわ、すげえ、かっこいい。うわぁ、やっぱすごいわ。これ、うわぁ、これ、わ、POP っぽい、この塗装の感じ。彩色えぐい。めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。うわ、めっちゃいい、かっこいい。うわ、すごいですね、もう厳重にこう。うわぁ、いや、すげえ。いや、すごいわ。神々しいね、なんかもう、もはやね。うわぁ、すごい。はいはい、ちょっと一回片付けつつ、これどこにどうはめんの、ちょっと気をつけて、マジで気をつけて、これ。どこをどうする、私は。え、どちらさん、あ、膝か。膝だ。え、どっちここの膝、こうこれで合ってる、これで合ってる、本当に、え、ちょっと助けてー、どこなのー、多分こうなはず。マジちょっと待って、わかんない。どうしよう。あ、こうか。合ってるっぽい。あ、合ってる。オッケー。あ、しゃ。あいやべえ。マジですげえな、やっぱり。いや、POP やっぱすごいな。これはすごいわ。やっぱね、これ展示で見た時からやっぱ思ってたけど、やっぱクオリティエグいっすね。まあ、そりゃそうよな。かっこいいね。さあ、全体見ていきましょうか。これが一応前かな。はい、横。後ろ。はい、横。いや、めちゃくちゃかっこいい。いやー、やっぱもう、これぞ POP って感じですよね。やっぱ POP これ結構ツルッとしてるというか。めちゃめちゃね、細かい部分は細かいんだけど、基本的にこのキャラのね、服とか声とか結構ツルッとしてますもんね。いやー、かっこいい。いや、めっちゃいい顔。やば。
いや、か、いや、いや、全方向かっこいいっす。全方向、ルフィ。いや、顔やばいね。めっちゃかっこいいね。いやー、これぞ POP ですわ。見せつけられてますね。かっこいい。顔がいいね。表情もいいね。ちゃんとこれも歯もね、こう造形で彫られてますよ。すごいわ。で、これね、羽衣とかはね、もういろんな色が入ってますね。上は青で入っていて、ここは紫で、ちょっとピンクっぽかったりとか。で、ちょっとラメかな？ちょっとね、パールっぽいというか。あのね、パールじゃないよ。鉄壁のじゃないよ。どこが？どこが鉄壁？どこが鉄壁ですか？じゃ、鉄壁のパールじゃなくて、パール。パールね。真珠ね、真珠。ちょっとツヤがあるというかね、ツヤっぽく、ちょっとなんか光り輝いてるようなね、感じでこう塗られてますね。いや、すごい。だからクリアパーツじゃないのかな？だからこの辺はね。あ、クリアか。若干クリアパーツに塗ってるって感じかな。ちょっと違ったらごめんなさいね。あ、なんかそう見えるだけか。あ、難しいこれ。あ、難しい。パール難しい。パールさーん。パールさん。いやー、うわ、すごい。麦わら帽子ももう全然色も違うね。普通の色っていうかもう、上からこう、月明かりで照らされてるイメージなんですかね、やっぱり。リアフィスってそうじゃないですか。やっぱ後ろにね、月があってそこで覚醒したのが、やっぱワンヌ国の戦いで印象的でしたから、上がこう光に普通に当たってて、下が影になってる感じですね、この麦わら帽子も。だから下がね、結構青で塗られてるというか。あ、だからその辺を再表現してんだろうね。あ、確かにそうだ、後ろ、上は全部白っぽいんだけど、この下は結構この影になってるというか、それをこう再現してる感じがありますね。すごいかっこいいわ。あ、ルフィもそうだね。だから結構ね、下はね、黒っぽいというか、暗めのトーンが使われてるよね。ほら、結構ズボンもさ、白だけじゃなくて、もうこの辺とかもう黒いからね。ねえ、そうだよね。結構上がやっぱ白く光ってて、下がね、こう暗めの色ですね。いいねえ。だからやっぱ暗めですね、結構ね。明るい時のね、ギアフィフスのルフィ、あひゃひゃひゃって感じっていうかは結構神秘的な色合いというか、その真っ白な部分と、結構暗い部分と、このコントラストがすごい効いてますよね。よりなんかこの重みが出るというか、それは感じるな。うわ、すごいな。で、この台座にね、すんごいこの煙、ギアフィフスから出てるこの煙の感じのね、エフェクトがいっぱい出てますね。もうこっちはもう結構真っ黒だもんね、やっぱここと。だから上が白くて結構下が黒いわ。このエフェクト込みで。すげえ、いやー神秘的だな、もうすごいわ。結構だから下はダークな色合いでね、こう作られてますね。で、このモヤモヤっていう煙っぽいのもあれば、こっちの中のシャーっていう、シャーっていうのもありますね。この、ここと、こことこね。これすんごいシャーだもん。すんごいシャー。一番シャーだ、ここ。ここ、あ、ここクリアだ、ほら。クリアパーツだ。やっぱクリアだよね、多分。この辺クリアに色が塗ってあるって感じなのかな。だからよりこの、なんて言うんだろうな、この重厚感というか、重み出ますよね。やっぱこのエフェクトの色合いからして。重いもんね、やっぱ下の色がね。すごいわ。で、台座もついてますね。もうしっかりとした八角形の台座かな。ついてて、ここにギアフィウスとこう書いてありますね。で、模様が、やっぱこの覇王色のバリバリを表現してるのかね。ゴムゴムの雷なのかな。結構このバリバリっとしたね、この、柄が描かれてますね。うん。だからこれはもう完全に固定されてて、この台座にルフィをこう刺したって感じかな。うわ、すごいわ。いやー、かっこいいっすね。いや、このパーもいいな。この手のね、丸みも良くないですか？この丸みがやっぱ結構テーマじゃないですか？なんかこの造形的な意味で。形が結構丸いっすもんね。やっぱギアフィフスってね。全体的にね。そこも活かしつつ、この台座でこのトゲトゲと、よっしゃっていうのをね、こう表現して、このギアフィフスのね、このふざけた感じと、やっぱこの神秘的な感じというか、この差、コントラストがなんか結構、しっかりこのね、なんかこのフィギュアに落とし込まれてる感じがして、なんかやっぱそこ興奮しますよね。わ、下やっぱすごいね、重みがね。いやー、かっこいい。めちゃくちゃかっこいいわ。開封できて嬉しい。よかったです。はい、というわけで POP のギアフィフスルフィフィギュアでした。最高！はい、そんな感じでございました。いっぱいね、一気にギアフィフスのフィギュアシリーズ開けていきましたけど、やっぱどれもいいっすね。プライズにはプライズの良さあるし、POP にはね、POP の良さあるし。いや、これからもギアフィフスフィギュアいっぱい出るだろうからな。まあ、マジでちょっと棚が俺もしかしたらさ、全部ギアフィフスになるかも、将来的に。やっぱ結局ルフィが一番好きだからルフィのフィギュア集めちゃうんだよな。で、飾れてないのもいっぱいあるんで。で、やっぱ POP これ来たからにはちょっと棚を改造しようかな、後ろ。ちょっと近々やります。はい、という感じでございました。今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとう。またこれからもね、フィギュア紹介とか、グッズ紹介とかね、いろんな動画上げていきますので、ぜひよかったらチャンネル登録お願いしまーす。これからもワンピースと一緒に楽しんでいきましょう。はい、次も見てね。明日も楽しもう。またねー。どれもかっこよかったー。前向いて、ワンツースリー、こうあって、ワンツースリー、全力で、まっすぐに、自由求め、思いのまま。